おはようございます、コメです、朝から、ね、ずっと仕事して一段落ができましたので、手帳をですね、メンテナンスしてみたいなと思います。この時間も非常に大好きなんですね。ずっと今日ですね、朝から爪を描いていまして、そして今提出が終わりました。ちょっとこのバイブサイト上少し影響を与えるために、またインコイルですね、ゆっくりと綺麗にしていきたいと思います。湿度で本がひっついていますね。そしてメンテナンスの時間も非常に楽しいですね。本当に軽くつけるだけです。先週ちょっと拭いた方が良かったですね。軽く拭いていきましょうか。そして円を描くようにいきましょう。一段落作って気持ちがいいですよね。仕事を終えて、そしてこうしてメンテナンスの時間をあえて設けるっていうのも、ですね。この端っこがですね、くたりやすい、よくなくなるので、この手帳は本革ですので、本当に栄養を与えることによってすごく長持ちします。そして全体を拭いてからもう一度押さえる感じで空拭きをします。
今日は本当に仕事するにはもったいないぐらいのいい天気です。そしてこちらも一度ホコリを取ってから、イニングと書いていて、何かコンセプトが書いてます。ちょっと片押しなので見づらいですね。画面上でなかなかこの変化が分からないかもしれませんね。結構肉眼ではですね、ツヤ感となんかこう生きてきたなって感じが、最後に軽くから拭きですね。そしてこういうのが気持ちがいいですね。ガチッガチッとしていくのが、そしてファイブルのように ここもずっと持ち歩きます。どうでしょうか。いい黒光りが完成しましたね。なんか喜んでる手帳が伺えます。本当にこの手帳を使って何かこのカチッと感がまた生まれて非常に心地がいいですね。この金具も曇っていますね。ちょっと拭き取りましょうか。一度全部取りますかね。
気分が変わってですね、結構よろしくお願いしますという感じですね。いかがですか。この時間本当に心地いいですね。やはり物をきれいにする、また栄養を与える、非常に気持ちがいいですね。このメンテナンスの時間はですね、やはりこの愛着がより湧きますし、これからまたよろしくお願いしますという気持ちも込めてですね、皆さんもぜひやってみてください。まあ、手帳だけでなしに、カメラもそうですし、こういう時計もそうですね、まあ、きちっとメンテナンス、服とかバッグとかいろいろあるかと思うんですけども、きちっとまあ埃を取ったりすることによってより愛着を生みます。ぜひ皆さんもこの秋ゆっくりと楽しんでみてください。もしこの動画が楽しければいいねボタン、チャンネル登録もします。ではまた次は。